はいどうも、改めましてリバーチャンネルと申します。僕たちはアウトドア料理をメインに、アウトドアの良さや料理の楽しさ、そういうのを伝えるために活動しています。またレシピみたいに解説を入れながら料理を作っているので、皆さんもよかったら参考にしながら見ていただけると嬉しいです。嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。いや、僕たちね、小学校からの付き合いで、もう20年以上のね、付き合いがあるんだね。もう20年経つよね。いや、そうだね、本当に長いよね、うん、まあ大人になってからね、まあ料理という共通点があったで、まあこういうね、皆さんと共有してね、こういう動画を上げたんです。はい、僕たち出身が岐阜なんですけど、やっぱ岐阜ってあの内陸県なんで、やっぱ山とか川が多いんですけど、僕たち住んでる地域はどちらかというと川の方が多いんで、まあ、川みたいなね、自然の中で美味しい料理作れたらいいなと思って始めました。いや、僕もね、アウトドア料理がすっごい昔から興味があってね、やってみたいと思ったし、焚き火とか炭を使って料理をやってみたかったんですよ。絶対楽しいもんね。絶対楽しいですよ。まあ今 YouTube だとね、キャンプ動画とかアウトドア料理やられてる方いっぱいいると思うんですけど、まあ、僕たちは僕たちなりの料理が美味しそうだなとか、あ、こうやって作るんだとか、そうやって表現できるようにやっていきたいと思います。あ、僕たちね、岐阜出身なんで、まあ岐阜の名産といえばさ、飛騨牛、鮎、まあ結構それがね、一番有名なんでね、まあそれを使ってね、料理していきたいし、まあ個人的には、まあ、朴葉味噌すごい好きなんで。美味しいですよね。美味しいですよね。朴葉味噌も使ってね、料理していきたいと思います。まあそういうね、朴葉味噌とかね、岐阜にはいろんな名産があるのでね、まあそういったね、料理とかね、紹介できたらいいと思います。また初めてリバーチャンネル見るよっていう方にも、また見たいなって思わせれるように、もう見ていただいている方には、あ、こんなことまでできるようになったんだなっていう成長も見ていただいて、もっといい動画作りできるように頑張っていきたいと思いますので、またコメントとかもいろいろ書いていただけると僕たちも参考になりますので、よかったら高評価、チャンネル登録していただいて、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。では以上の紹介動画でした。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。